ヘリコバクター属とは、イプシロンプロテオバクテリアズナヘリコバクター科に属する、基準属である。グラム陰性の非が方形成菌規制内視、微光規制螺旋菌である。通常ペニシリン等の抗生物質に感受性で、弁毛を有し、運動性がある。基準種は、ヘリコバクターピロリ。名称は、螺旋の肝菌を意味する。GC 比は42から48。 もともとカンピロバクター属に含まれていたが、1989年にグッドウィンらが独立属であることを明らかにした。およそ35の菌種がヘリコバクター属に含まれる。鳥や哺乳類などの消化器官、肝臓などから発見されている。オキシダアーゼ陽性、カタラーゼ陽性、ウレアーゼは陽性のものと陰性のものがある。基準種のヘリコバクターピロリは尿素を分解して、 周囲の pH を pH6 から7まで上げることで、酸性条件下でも生育することができ、最大50%の人に感染している。比較ゲノム解析により、ヘリコバクター化が持つ、独自のタンパク質が11個同定された。この中で7個は、ヘリコバクター化のすべての種が持つが、残りの4つは、わらねらでしか認められず、ヘリコバクター属の菌には認められない。また、 ルポブ遺伝子とルポック遺伝子の融合が起きているのも、このトガに特徴的な現象である。ヘリコバクターピロリー以外にもヘリコバクター属細菌が人に感染していることが明らかにされている。一部の菌は人以外の動物に対して使用原性を示し、また人のクローン病などの疾患とも関連性が指摘されているため、医学、獣医学上の重要性が認識されている。 ありがとうございます。